トライアングルダブル Z。 どうもリンキです。今回も稲妻 11SD やっていこうと思うんですけど、今日5月25日に新しくガチャが追加されました。それがこちら、チームストーリーゼウス過去アスト編ガチャ。ピックアップキャラはアフロテルミと岸部大河ですね。おー、めちゃめちゃ大人のアフロディがおるわ。さあ、じゃあ必殺技見ていきましょう。おー、ヘブンズタイムとトライアングルダブルZ。かっこよ。で、今回は無料で1回と10連2回で2、合計21連引いていきたいと思います。狙うはもちろんこの2人。じゃあもう早速引いていきましょう。よし、ゴー。いや、アフロディと言ったら最近めっちゃ見るのが天球メロさんって人で、あの人のもういないで愛がもうな、動画に溢れ出とるというか。うわー、くそ。はい、まあそんなことはもうよくて、もういきます。10連目。はい、ゴー。きたー、確定演出。金来るかな、銀1個。悪くない。よしよし、じゃあ開けていこう。もしかしたらこれで来るかもしれないしな、周りのやつで。あー、オッケー、ね、こいつ3体も出とるで。まあ、ええか。じゃあいきます。はい、あ、道なりやったっけ。いやー、くそ、ええか。よし、じゃあもう10連、ラスト10連いきます。コインは節約したいんで、ゴー。テルミアフロ、来た、また来た、確定演出。違う感じで、はい、銀行2個。いいね、2種類の確定演出が見れたよ。じゃあ周りのやつから。おっと、マジすご、この上3個全部銀箱や。じゃあ右から行きます。はい、来たぞ。マジ？来ちゃったよ。アフロテルミ、ゴーバージョンの大人の、マジか。ありがた、もう上も引きます。あ、お、アフロディ出た。アフロディ2体おるってこんなか。やった。やった。大人のアフロディめちゃめちゃかっこええな、これ。いやー、完璧な引きを、見せれましたわ。いやー、よかったです。ありがとうございます。で、ガチャと同時にチームストーリー、ゼウス。これが新しく、おー、めっちゃかっこええというか、いい雰囲気、スクショしとこう。はい、これが出てきまして。あー、こんな感じでね、チームストーリーが、また開始されるんで、はい。ごめん、スキップ。今気づいたんやけど、この上の、何、広告的な、広告じゃないけど、ここにずっとアフロディ乗ったんやけど、ほら。ほとんどおる。あと2枚これやけど、めちゃめちゃアフロディ。ってことでね、今日はアフロ君をゲットできて、大満足。